え、でもお前さ、あれだよな、うちの視聴者に対する理解めっちゃ深かったよね。本当に。俺の視聴者に対する理解は一番深かった、今までの人間の中で。誰よりもちゃんと理解してたよ。俺がちゃんと言ってたからかもしれないけど。いや、理解深かったよ、本当に。うん。いや、だから、最終的に肯定してる人が多かったんだよ。ゴロちゃんと一緒にいろ、みたいな。多分それは、うっせえこと言わねえで、放送をね、ちゃんと支えてくれるっていうか、俺だって今年、あのね、梅雨明けに、クワガタ取り行くんだけど、カメラマンお前だからね。いや、マジでマジで。違うんだ、あれっていうのは、プロのカメラマンが撮ったら結局面白くねえんだよ。で、キヨとかアブとかには、多分すげえ優秀なね、スタッフがついてて、お金もいっぱいかけてもらってんの。海外行ったり。俺は自腹でゴロリとクワガタ取りに行くっていうのがやっぱ味なわけよ。だからおめえ付き合えよ。中華丼ぐらい終わってやっから。8月？もう6月でキンキンだよもう。梅雨明けじゃない？梅雨明けで、梅雨明けいつかわかんないけど。おめえその代わりなんか俺の動画には声乗ってほしくないから、お前、あれだよ。無言でずーっと深夜の2時ぐらいに奥川取り行くから。よろしくね。どこ行くか内緒だよ。2連休取れば大丈夫。2連休ってのは日帰りだよ。よく あるじゃん、なんかさ、なんか調子出ねえなみたいな時に、おじゴロちゃんちょっと家来てっつってゴロリ呼んで、ただ俺が実況撮ってるのを見させるみたいな。オーディエンスがいたらやっぱ力出るわけよ。あるよね、たまに。ちょ、お前、なんか、俺実況撮んのにさ、なんか調子出ねえから、おめえちょっと見に来て、つって、実況撮ってるのを、俺の隣で、黙って見てるみたいなね。ゴロちゃん、タバコ吸ってくるから、なんか適当な話しといて。え、やだやだやだ。今日俺もうほんとやれて、もうだいぶ試しつけすからいいんだよ。気が利いたことの一つや二つ言っといて、やっぱ楽しませないといけないから。なんか読めないわ。おめえ目悪いもんな、ちょっと直してくるわ。うん、おめえでもあれだぞ、女だからっつってなんかそういうアイドルみたいな放送したらお前ほんとぶん殴っからな。はいはい。まあ読めない。コメントが早くて読めないですよね。今日しないと思います。見えない。どいて。何も見えなかった。この席に座れるの俺だけだから。高田健二が嫌いな理由だって教えてあげたよ。なんで嫌いなの。え、なんで言っていいよ別に。俺が全部責任取るから、この放送に関しては。いや別にさ、面白い面白くない言っちゃうとあれだけど、好き嫌いだったら言っていいでしょ別に。嫌いって言うと。嫌いなんだ、ただただ嫌いなの。あ、そうなんだ。なんか嫌いってか、うん、許せない。あ、許せないんだ。へぇー、何許せないんだお前。許せないんだ。なんか新鮮だわその感情は。いや、人それぞれだよ、それは。人それぞれあるから。人それぞれ。何
何をされたんだって本当だな。おゴールてめえ何寝てんだよお前。俺の酒付き合えよ。ケロちゃんなんだから。ケロちゃん、揉むべえよ今日は。ケロちゃん、お前がそこで寝るってことは俺上で寝なきゃいけなくなるんじゃない。ちょケロちゃんじゃあれしよう。なんか4時までやろう。4時まで。あ、俺仕事してねえからいつでも起きてられな。どうそんな31歳。いいだろ、最高だろ。これがあれだよ、真のニコ生チャンピオンだから。それだけちょっと4時まで飲んで寝ようよ今日は。ゴルちゃん、ゆいが好き。ゴルちゃん、あ、ゴルちゃんもうあれだ、ニコ生に興味なくなっちゃった。一人ぼっちだよいつも俺は。